淡路国分寺は兵庫県南淡路市八木国分にある立州の寺院。三号は五国山。本尊は釈迦如来。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に混流された国分寺のうち淡路国国武装寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に寺院跡である淡路国分寺跡と淡路国部アマデ寺,寺の推定地についても解説する。 淡路島南部、三原川中流域右岸の貸岸球場に位置する。聖武天皇の御とのりで創建された国分寺の宝塔を継ぐ寺院で、現在の境内は古代の国分寺跡と重複する。諸国国分寺に遅れ、奈良時代後半頃に創建されて推移したが、室町時代頃に衰退し、大英五年、漢文五年の二度の再興を経て、現在に至っている。 付近では西方に、淡路国府水定地が、他に、大和大国魂神社、神本駅も立地し、古くから政治的、文化的中心地であったことが知られる。古代国分寺跡については、東跡が1951年に国の史跡に指定された後、1984年以降に、地域の本格的な発掘調査が実施されているが、現在までに、 ガランの詳細は明らかでない。また、国分寺本来の本尊を踏襲する上禄の木像、釈迦如来座像が国の重要文化財に、秘天座像が兵庫県指定重要有形文化財に指定されている。聖武天皇肖像創建は不詳。出土瓦の様相によれば、奈良時代後期以降の創建と推測されるため、天平13年の国分寺建立の見事の折から、 しばらく経過後、天平商法8年の国分寺造営の特則の、後に成立したとみられる。日本礼域下二25話には、法規6年の説話が見え、それまでの完成が示唆される。長野軍祭には、天略9年に死去した淡路国分寺僧の代替として、社ャ清志神が、東壇寺会を、遠略寺会団員を行う、胸の淡路国庁が載せられており、当時の淡路国分寺が、 国画の管轄下にあったと推測される。延長5年成立の演技式主税上では国分寺領として稲御先属が規定されている。鎌倉時代、あずま鏡には研究元年に伊勢神宮駅福岡前見新地として国分寺が見え、一体の小園化が示唆される。また、略王三年には現在の本尊が作られた。その後の室町時代頃には衰退したとみられる。 戦国時代、大英五年に、開国六部装の春戦により再興されたが、天正年間に、陛下で消失。江戸時代、漢文五年に、寺春により再興された。この時に、近藤、栗、大日堂、首郎、羅漢堂などが混流されている。漢文六年には、東昇大寺の末寺となった。近代以降については次の通り、当新祖葬寺跡の地域は、 東西約170メートル、南北約210メートルで、築地米と幅2メートルの溝を持って区画する。主要伽藍として、近藤塔が認められているが、伽藍配置は明らかでない。遺構の詳細は次の通り。伽藍配置は、紀の国分寺と同じと推測する説がある。またで土瓦のうち創建原の軒丸瓦は、幸福寺式であり。 紀の国分寺と同伴関係にある点が注目される。その他重県分、重閣分の組み合わせには、阿波国分寺からの影響も推測される。河原の供給用については、国分寺西川の国分遺跡であることが明らかとなっている。2002から2003年度の発掘調査では、創建河原の小西用としてあり、う平たい用2機が見つかっている。 アマデーラ跡の所在地はつまびらかでない。北方の南アージシヤギ新城の稲荷神社付近に存在が推定されるが、これまでに明らかとはなっていない。所在地交通アクセス周辺アワジ国分寺島跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。